用意するものは布、キルト芯、パッキンピン、フェルトです。フェルトはここに縫い付けます。黒の方が髪に馴染みますが、今回はあまりフェルトのピンクベージュのフェルトを使います。キルト芯はこのふっくらした中に入れ、丸ピン、バッチンピンの大きさより1センチほど大きく布を切り取ります。キルト芯はバッチンピンと同じ大きさに切ります。キルト芯を使ってフェルトを切りますが、フェルトは裏に縫い付けるのでパッチンピンより少し小さめに切ります。2ミリぐらいです。フェルトはこんな感じで切れたら差し込むので、ところに合わせて切り込みを入れておきます。半分に折ってここを切ります。早速組み立てていきます。布の内側から周囲をぐるっと並縫いしていきます。の端まで来たらキルト芯を中に入れて、でパッチンピンを重ねてぎゅーっと縛ります。ここを縫い閉じていきます。こんな感じです。で、玉留めをして縫えたら、この切り込みに通して、で、縫い合わせます。できました。リバティの布は今回こちらの布を使いました。あまり柄の出方とか気にせずに、全面に花柄がバランスよく入っているので適当に切ってやりました。柄は結構小さいものが多いのでパッチンピンには向いてると思います。また1枚が結構薄いので作りやすいと思います。10センチで110センチ幅で300円ぐらいで買えます。ぜひ一度作ってみてください。